皆さんこんにちは。私の番組をよく見る方は、中共、つまり中国共産党の邪悪な本質をほとんど見抜いたでしょう。初めて私の番組を見るとき、私が中共は邪教であり、悪魔だと言っているのを見て理解できなかったがとも、現在は多分理解できるようになったでしょう。人類社会には、正と邪、善と悪など対立するものが共存しており、一人の人間にも動物にも物体にも組織にも社会制度にもほとんど全てのものにプラスとマイナス、ポジティブとネガティブの本質が共存していますが、宗教は例外です。宗教にはポジティブなものはなくネガティブなものしかありません。たまにはあるように見えますが、それは表面的なもので、一時的なもので、時間が経ってから見れば、結果的には必ずネガティブなものしかありません。今日は宗教を固く信じてきた小粉紅、小粉子たちが、今回のペロシ議長の台湾訪問を通じて、宗教に完全に失望したことと、宗教が軍事演習をもってどのように国民を騙しているのかについて話します。ペロシ議長の台湾訪問に対して、宗教当局が訪問する前に、かつてないほどの勢いで抗議を表明し、断固とした抗議や強烈な反対、軍隊は断じて黙っていないなどの恫喝を発していたため、宗教の多くの小粉紅、小粉子が、今回は中国が台湾に対して、アメリカに対して何か実質的な軍事行動を取るのではないかと興奮して待っていましたが、ペロシ氏の台湾訪問が終わるまでに、宗教が何もしないのを見て、一瞬にして精神が崩壊し、様々な過激な行動を取りました。一部の人は過激な行動を録画して公開したので、まずこれらの動画を見てみましょう。この男は何も言わなくひたすら拳で自分の頭を殴っています。嘘ではなく本格的に殴っているように見えます。表情から見れば非常に苦しんでいるようです。この人はギターを弾きながらリズムに合わせて自分に平手打ちをしていますが、やはり何も言わなくひたすら殴っています。これらの人は非常に興奮しています。本当にかわいそうです。宗教の極端的な愛国主義思想に洗脳されたからでしょう。ちょっと精神がおかしいように見えますが、私は彼らを見て何も言えなくなりました。私の話の相手にはならない人ですね。またこのような人もいます。
家好，我是小康群的大白菜。我和群友南国兄打赌，说佩勒西不敢去外卖，结果佩勒西女士去了，我打赌输了，我要兑现诺言，抽自己十个耳光。现在我要开始抽了，请看好，我还要带个女士的衣裳，看好了，预备，三、四、五、六、七、八、九、十。我再赠送两个，十一、十二。この人は比較的に冷静です。この人は女性の服を着て自分に平手打ちをしていますが、中共政府を嘲笑しているように見えます。アメリカのペロシ議長が台湾にまで来ているのに、あなたたちは抗議さえする勇気がないのかと、習近平など政府役人や軍隊の高級幹部などをからかっているように見えます。まだ腐った卵で政府の看板を殴る人もいます。那个美国的到这边呢，啊，共产党都不敢吭一声，我就买了些鸡蛋砸这个市政府，厦门市政府啊，为人民服务的，别人都欺负家门口了，还不敢啊，我就买了些鸡蛋，臭鸡蛋砸死你们，啊，这一点点的、一点点的血性都没有的啊，该打的该打就打的，该收回来就收回来的。是一点血性都没有的，我是江西的，邵阳的，啊，要抓抓我周厚健。まだ政府の建物の前でアメリカのペロシが台湾に来ているのに政府は何もしないのか、民族滅亡の兆しと書かれた横断幕を開いて抗議する人もいます。警察も現場ではこの人に何もしなかったようです。ある普通の市民のような人が彼を止めているように見えます。このように自分の体罰したり、政府に行って抗議したりする動画を公開して、アメリカのペロシ議長の台湾訪問に対する中共のやり方に不満を表している人はたくさんいます。これらの人はもともと中共の扇動的な話を信じて、ペロシ氏が台湾を訪問すれば、中共は台湾とアメリカに対して必ず何か激しい行動を取るだろうと固く信じていたのに、中共が何もしないため、中共と政府に対して完全に失望し、絶望したからこのようにして抗議するのでしょう。今回のペロシ氏の台湾訪問を通じて、これらの人は中共の本質を見抜いて、これから中共の小粉粉、小粉粉にならないでほしいですね。ペロシ氏の台湾訪問は終わりましたが、中共の人を騙す茶番劇はまだ終わってありません。ペロシ氏が台湾に滞在している期間に、中共は台湾を取り囲む6つの海域で、8月8日から7日にかけて、72時間の大規模な軍事演習を行い、実弾射撃訓練をすると公表し、しかも4日の12時頃から射撃を始めました。
しかし、わずか3時間で演習を終わらせたのです。だから3日間の軍事演習とは嘘です。訓練終了を公表するときに、訓練の任務を完璧に完成させ、台湾方面を管轄する東部軍区のロケット軍の部隊が台湾東方の海域に向けて発射したミサイルは全部目標に命中したと発表しましたが、これも嘘です。台湾の国防部によると、弾道ミサイルが計11発発射され、日本政府が確認したミサイルは計9発ですが、その中5発が日本の排他的経済水域に着弾したのです。私はこの番組の冒頭で世の中の全てのものにはプラスとマイナスが存在すると言いましたが、軍事演習も同じです。自分の軍事力の長所を見せると同時に弱点も見せることになります。11発の中5発、ほとんど 50% が日本の排他的経済水域に落下したのです。では、残り6発は全部目標に命中したのでしょうか？すぐ疑われるでしょう。皆さん考えてみてください。この軍事演習を続ければ、まだどんな弱点が暴れてしまうのでしょうか？だから中共は軍事演習を直ちに中止したでしょう。日本側は抗議しましたが、日本が抗議する前に中止したのです。日本の外務省は4日の夜、中国の駐日大使と電話会談を行って、強く抗議するとともに、軍事訓練の即刻中止を求めると申し入れたのです。日本の抗議に対して、中国外交部の華春瑩、カーシュンネ報道局長はこのように話しました。中日两国在有关海域尚没有划界，所以不存在所谓日方专属经济区的说法。この华春瑩を中国人は华大妈と呼び、泼妇と呼びます。大妈とはあまり良いイメージではありません。一般的にはレベルの低い中年女性を指します。ポフとは、たけたけしい女、あるいは、じゃじゃ馬と翻訳されています。ファーダーマーが、中日両国は、関連の海域で、境界をまだ確定しておらず、日本の排他的経済水域という言い分は存在しないと主張するのは、中日両国は関連の海域で境界をまだ確定していないから、日本の排他的経済水域にミサイルを落としても大丈夫だ、ということを主張するためでしょう。ファーダーマのこの理論によれば、日中両国は関連の海域で境界をまだ確定していないから、中国の排他的経済水域にミサイルを落としても大丈夫だと日本側が主張しても問題ないでしょう。日本と台湾が中国の排他的経済水域に向かってミサイルを発射してみればいかがでしょうか。中共は我慢しているでしょうか。もちろん中共がわざと日本の排他的経済水域にミサイルを落とした可能性も否定することはできません。中共は発射したミサイルはすべて目標に命中したと発表しましたが、もし中共のこの言い方が嘘でなければ、それは日本の排他的経済水域に着弾した5発は中共がわざと落としたものです。排他的経済水域とは、沿岸国がその範囲内において、管轄権を有する水域で、領海基線から200海里、約370キロを超えない範囲内で設定することができるものとして、国連海洋法条約によって規定されるもので、必ず関連国と境界を確定しなければならないものではありません。もちろん中国外交部の報道局長である華大媽、華春瑩氏は
このことを知らないわけではありません。彼女はプオフ、ジャジャ馬だから、わざとこのように話して真相を知らない人を騙そうとしているでしょう。もちろん騙されるのは全て宗教を固く信じている小粉粉です。皆さん考えてみてください。ミサイルの命中率が 50% にも足らない軍隊を持って、中共は台湾の武力で攻撃すると思いますか？不可能でしょう。私は 99% は攻撃しないと思います。もちろん前提条件はアメリカと日本、台湾の軍事力が中共より強くなければならないです。だからアメリカと日本はいつも中共を牽制できるような実力を持たなければなりません。まだ中共軍隊の最大の弱点は、ミサイル迎撃システムがないことと、軍隊の腐敗問題です。このことについては今後話すことにします。今日は中共を固く信じてきた一部の小粉粉、小粉校の中共に対する失望と、中共が軍事演習をもって国民の騙していることについて話しました。ご視聴ありがとうございました。